いやー、すごかったリフトツアー。前回言ってたアリアナグランデのイベント、参加できたんだな。うん、もう終わったから言っちゃうけど、飛行機に乗ってストームキングと戦ったり、巨大になったアリアナグランデを追いかけたり、いろいろと楽しめたわ。フォートナイトのイベントは毎回クオリティがすごいよな。特に最近は、プレイヤーも参加できる、ミニゲーム的なのが多いイメージだぜ。で、今はこれ何してんの？イベントが終わった後、なんかレインボーラまで飛べるようになった。この輪っかをくぐればちょっと経験値がもらえるのよ。こうやって余韻に浸ってるわけだな。あ、そうそう、イベントも終わったので、前回の動画のサムネとタイトル、変更させてもらいました。まだ間に合う、って書いてたもんな。さすがにもう間に合わないんだぜ。それじゃあ今回も頑張っていきましょう。ということでどうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。どうやら、パルスライフルが大幅強化されたという噂を耳にしました。強すぎて今や取り合いになってるとか。ということでパルスライフルのありそうな基地に来てみたけど、早速敵のグライダー音が。やはりパルスライフル狙いか？だとしたら噂は本当だったのか。チョリック博士、ポップコーン食べてる場合じゃないよ。早く武器ちょうだい。敵もすぐ近くに降りた。スピード勝負だ。とりあえずミニポはあったけど、銃がないと戦えない。下に降りないとな。アーモーグレネードばっか。やっと見つけたわ SMG。とりあえずミニポのもう。でも武器これだけじゃ不安だな。あそこに横長宝箱あるじゃん。ミニポ二つ目の前にこっちよ。めちゃくちゃ敵の足音聞こえるぜ。お、今日の主役パルスライフル。そしてリーコンスキャナー。めっちゃ近くにいるじゃん。よし、これのおかげで動きが手に取るようにわかる。もらった。よし、まずは一安心。でもパルスライフル、胴体33、ヘッド49って、そんなに強くなってなくない？腰打ちだったからじゃね？ADS 時の威力が上がったとかそういう感じだろ。そういえば、コメント欄でそう言ってた人いた気がする。さて、ジャンプパッドでここまで飛んできたけど、なんかあそこにアイテム超落ちてる。うわ待って、しかも人いるじゃん。何あれ、NPC？ あれ、でも反撃してこない。普通のプレイヤーだったのか。敵を倒して、なぜかその後動かなくなっちゃったのか。宅配便でも来たのかしらね。それならしょうがないな。だとしたらちょっと悪いことしたな。お、パルスライフルの強さを見せるチャンス。なのに全部外しちゃった。この建築の仕方、ボットじゃないな。思いっきりこっちを迎え撃とうとしてるわね。望むところ、強化されたパルスライフルの力を見せてやる。割れた。60ダメージ、ヘッショだったと思うが、あれだけ離れててそんな火力出るのはすごいな。一時期のエネルギーライフルを思い出すわね。アベンジャーズコラボの時な、確かにあれは強かった。てかリーコンスキャナーあんま意味なかったかな。上でなんか不気味な鳴き声聞こえるし、頑張って早く決着つけないと。降りてきた。ここはリーコンスキャナーより宅所だ。よし、このまま押し切れる。やったー。タイミングよく攻めることができたな。でもほとんどのアイテム下に落ちちゃった。ミニポ飲んだら拾いに行かないとね。って、何やってんだ私。行った、思いっきり足くじいた。この気持ち悪い寄生狼に気を取られちゃったわ。ちょっと待って、2匹いるぞ。うわ、地味に痛い。てか待って、私体力徐々に減ってない？よく見たら体から毒みたいなエフェクトが出てるな。ちょ、これガチでやばいかも。嘘でしょ？こんなことで？発狂すな。自業自得とはいえ、さっきのは悲しかったな。さて、またさっきと同じ場所に来たけど、やっぱり敵も来てるな。大きなアンテナがある場所、フリーではあされなくなってるな。やはりパルスライフルの影響なのか。さて、今の敵武器持ってなさそうだから詰めるわよ。って持ってるんかい？やばいクソエイム発揮してる。負けるかも。危ねえ。しゃがんだらなんとかなった。残り10と超ギリギリだったけどな。お、最高の排出。これで全回復できる上に、エピックのパルスライフルもゲット。レアでも十分強かったからな。エピックはどれほどなのか楽しみだな。お、この自販機ポンプが買えるの？青ポンプとかもある？50円ごっと、それは安いな。マジかめっちゃいいじゃん。あんまり使ったことなかったけど、これからは自販機にも注目していきたいね。さ、そこに横長宝箱あるな。これが多いから結構物資が豊富ねここ。あ、出ちゃったかキンスカー。出ちゃったかって何よ。いや、さすがにエピックのパルスライフルより強いだろ。だからパルスライフルの出番ないなって。
いや、そんなこともないわよ。ADS した時の火力は、キンスカーにも勝るはず。だからパルスライフルにも活躍の出番はあるわ。今回はキンスカーを SMG 枠として使う。贅沢な武器構成だぜ。にしても序盤でこれだけ揃ったのは相当強い。積極的に攻めに行くわよ。車発見。今来たばっかりだな。これはパルスライフルの距離だ。くらえ。胴体55へ。なんだ今の、敵が一瞬で溶けたぞ。エピックで胴体50ダメ超えるって、前世紀のエネルギーライフル以上じゃないのよ。結論、噂は本当だった。そしてここでエピックポンプもゲット。マジで物資は強くなってるな。今度は35ダメージ。やっぱり距離減衰はあるみたいね。でもこの距離で35出せるって相当立派だぞ。本当に強いわねこれ。弱点は、建築破壊がいまいちってとこくらいかしら。エネルギー弾っぽい感じだから、大物ダメージは低そうだもんな。さて、あの敵はもう大丈夫そうね。動物が近くにいたから、多分それでやられるでしょ。ボットっぽかったしな。反撃も来なくなったし、そのようね。ここで、悲しいお知らせです。あの後、頑張ってビクロイ取ったんですけど、録画ファイルを見返したら、途中からガビガビになってました。ほんとだ。ガビガビになってる。いいクリップ撮れたー、と思ったらこうなってて、正直絶望しました。今回かなり時間かけて撮影してたもんな。本当は全部映像で実況したかったんですけど、さすがにガビガビの映像をお見せするわけにもいかないので、写真によるダイジェストで許してください。このような形になってしまって申し訳ないけど、この写真を見てもらえれば、今回の趣旨である、パルスライフルの強さは十分に伝わるんじゃないかな。え、これ77ダメージ?そう、ヘッショ2発で、一気に150以上削ったの。このリードを守ってこの敵を倒し、最後の敵と1対1になったわ。いやー、映像で見せたかったなー。私が敵のショットガンを押し組んでギリギリかわすところとか。最後は敵が回復しているところを、上からキンスカーゴリ押しで勝利。ということで、最後不本意にはなってしまいましたが、今回はこの辺で失礼します。チャンネル登録や高評価。クリエイターサポートはグサをゆっくりまで。よければよろしくだぜ。それじゃあまた別の動画で会おうね。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。